狂気の山脈にて。著、H、P、ラブクラフト、訳、ザ・クリエイティブ・キャット。5。ついにアイロを抜けその先に広がる光景を見たとき、畏怖、脅威、恐怖、そして自分らの感覚に対する疑惑がないまぜになり、我々は同時に叫びを上げたと思う。もちろんその瞬間我々は脳裏に何か道理にかなった説を思い浮かべて自分を落ち着かせたに違いない。多分コロラドの神々の庭園にあるグロテスクに風化した石ないしファンタスティックに対照的な風色を見せるアリゾナ砂漠の岩のようなものを考えたのだろう。作長初めてこの狂気の山脈に接近した際に目撃したような蜃気楼なのではないかとさえ半ば考えたのかもしれない。この果てしない嵐の傷跡が残る高原に目を走らせながら、我々はこういった常識的な見解で自らを支えていたはずなのだ。そこにほとんど無限に広がる莫大な、規則的な、幾何学的に均整の取れた石材の迷宮を、またそれらが氷床の上に屹立させる崩れて穴だらけになった稜線を把握しながら、氷床は最厚部でも12から15メートルを超えず、明らかに所々で薄くなっていた。この途方もない情景を前に我々は言葉を失った。基地の自然法則への暴虐的な審判が始まろうとしているかのように見えたのだ。ここでは人類が現れる前、50万年以上の昔から居住不能だった気候の下で、高さ6000メートルに及ぶ地獄のように古い大地の上に、見渡す限り一面に膨大な数の石材が整然と立ち並んでおり、これらを何であれ意識的に建造された人工物以外のものだとするならば、それは単に焼けっぱちな精神の自己保存に過ぎないだろう。我々はこれまで真面目な論議の中では三幅の立方体や法類を天然物ではないとするいかなる説をも退けてきた。ではそれ以外の可能性はどうだろうか。この地域が現在のような難攻不落の氷が滑る死の世界へと滅亡していった頃といえば、人類自身が大型類人猿から分化したかしないかの時期だったというのに。だが今や理性の支配力は反駁しがたいほど揺らいでいるようだった。この直角な、曲線状の、あるいは角度のついたブロックからなるキュクロプス式迷宮にはいかなる都合の良い逃げ工場であろうと沈黙させる特徴があったからだ。明らかにそれは蜃気楼に浮かんだ冒涜的な都市に、堅固な、客観的な、否定しがたいリアリティを加えたものだった。かの忌むべき協調には結局のところ物質的な基盤があったのだ。上空に何らかの水平なアイスダスト層があり、単純な反射の法則に従ってこのショッキングな石の異物の像を山脈を越えて投影していたわけだ。無論のこと映像はねじれ誇張され、実際の発生源にはないものどもを含んでいた。しかし今まさに本物を見ながら、我々はむしろ遠い幻影を見たとき以上におぞましく不吉に思った。これら巨大な石塔と法類には信じがたいほどに人のものならぬ重量感があり、もっぱらその途方もない重量のゆえにこれら恐れるべきものどもは何万年、おそらくは何百万年、の長期にわたって壊滅することなく、荒涼たる高地の吹雪のただ中に凄もり続けたのだ。コロナムンギ、世界の屋根、このめくるめく驚くべき壮観を見下ろす我々の口をついてありとあらゆる現実離れしたフレーズが飛び出した。不気味な原初の神話が再び私の脳裏に浮かび上がった。南極という名のこの死の世界を初めて見てからずっと私の心に取り付いていたものだ。悪鬼のごとき連光源、み、ごないしヒマラヤの忌まわしい雪男、人類以前を暗示する、ナコト写本、クトゥルー教団、ネクロノミコン、そして不定形のザトグアとその半実体が伴う。不定形よりなお悪い星の落とし子供に関するハイパーボリアの伝説。その都市は四方八方にどこまでも広がり、ほとんどまばらになる様子がなかった。都市と本来の山際とを隔てる低くなだらかな麓の丘に沿って左右に目を走らせた結果、
やってきた飛行経路の左肩に一箇所途切れた部分があるのを除いて、やはりまばらになる傾向は一切見られないという判断を下した。我々は計り知れぬ広がりを持つ何者かの中の、とある限られた一部へと、行き当たりばったりに突き当たったに過ぎなかったことになる。麓の丘には比較的少数のグロテスクな石像構造物が散在し、恐怖の都市と明らかにその山側の前哨であるもはや見慣れた立方体及び砲塁とをつないでいた。それら立方体及び砲塁は奇妙な洞窟口と同じく山脈の内側にも外側並みに密に存在していた。この名もなき石の迷宮の主要な部分は壁からなっており、高さは表情に出ている部分が3から45メートル。氷にうずもれている部分は場所によって異なるが 1.5 から3メートルだった。ほとんどが膨大な数の暗色をした原初の粘板岩。硬いは、砂岩の石材。多くの場合、1.2×1.8×2.4メートルの大きさを組み合わせて作られていたが、いくつかの地点では固く不均一な砂基間ぶりや木の粘板岩の基板から削り出されていた。建物の大きさはバラバラで、孤立した小型の建物もあれば、おびただしい数の巨大な蜂の巣構造を形成する場合もあった。総じてそれらは円錐、角錐、ないし段付け角錐の形をとる傾向があったが、完璧な円筒型、完璧な立方体、立方体のクラスタ等の矩形構造、および点在する独特な核のついた大建造物もあり、その五芒星型を基盤にした平面図は大まかに言って現代の要塞を思わせた。建設者たちはアーチの原理に通行し多くの場所で巧みな応用を見せ、この都市の最盛期にはドームの群れがあったことだろう。もつれ合う建物群全体を覆う風化作用はゾッとするほどで、塔が突き出しているところの氷面には崩れ落ちた石材というし以前のクズが散乱していた。透明に氷結した地点では巨大なタイルの下部構造が見え、地上から様々な高さのところで塔同士を連絡している石の端が、氷に保護されて残っているのが目を引いた。表情に露出している壁にはより高所にかかっていたはずの同様の端の跡が認められた。接近して細かく観察すると、数えきれないほどの大きな窓があることが分かった。元は木材だった石化した物質が鎧戸となって塞がっている場合もあったが、ほとんどは不吉かつ脅迫するようにぽっかり戸口を開けているだけだった。遺跡のほとんどには無論のこと屋根がなく、風にすり減った上部の円は凹凸になっていた。一方、さらに明確に円錐ないし角錐型をした建物、あるいはそうでなくても周囲のより背の高い構造物に保護された建物は、偏在する崩壊と陥没にもかかわらずそのアウトラインをよく保っていた。双眼鏡を使うとかろうじて水平の帯の形に彫刻された装飾らしきものを見分けることができた。装飾の中には太古の石鹸石にあった例の奇妙な点の集合体が見られ、今やそれらは途方もない重要性を持つに至ったのだ。建物は多くの地点で完全な廃墟と化し、種々の地質学的原因から氷床に深い裂け目が生じていた。それ以外にも石組みが氷結したまさにその箇所まですりつぶされていた地点があった。幅の高いかり跡のような帯が一筋高台の内側から現れて我々が横断してきた経路の 2km 弱左にある麓の丘の裂け目へと伸びていたが、その帯には一切の建物がなかった。それはおそらく大河の跡で、第3期、何百万年も前だ。には都市を横切ってとうとうと流れ、壁をなす大山脈の地下の奇怪な深淵へと落ち込んでいたのだろうと我々は結論付けた。確かにここは何よりも先に、洞穴と裂け目と人が貫通できぬ地下の秘密の領域だったのである。当時の気持ちや、人類誕生以前に遡ると思われる幽縁の昔からのおぞましい遺産物を目にした時の幻雲感を振り返ってみると、我々が平静を装えていたことに驚くばかりだ。もちろん、我々は何かが、年代学、科学学説、あるいは我々自身の意識が、悲しむべきほどに歪曲しているということを意識していた。それでも飛行機を操り、多くの者どもを司祭に観察し、
自分たちと世界にとって有益かもしれない一連の写真を注意深く撮影できるだけの落ち着きを保っていたのだ。私の場合、身体に染みついた科学的な習慣が多くの点で役に立った。というのも、この悠久の時を越した謎により深く踏み込みたい。いかなる存在がこの計り知れぬ巨大都市を建設しそこで生活したのか。この特異な領域に凝集した生命体と、当時の外界一般との間にいかなる関係が結ばれていたのかを知りたいという燃えるような好奇心の前には、当惑や脅迫感をすべてひっくるめても物の数ではなかったからだ。この地は波の都市ではありえなかったのだから、地球古代史の中の驚くべき一章において最重要な核心部をなすに違いなく、それが残した影響の端々は、基地のいかなる人類も猿の世界からよろめき出ていなかった遠い昔に混沌たる地殻の痙攣のただ中ですっかり失われてしまい、ただ最も曖昧かつ歪んだ神話としてのみかすかな記憶を留めているに過ぎない。ここに広がるのはフル第三期のメガロポリスであり、比べてみれば伝説のアトランティスとレムリア、コモリオムとウズルダローム、ロマールの地の OLATHO などはほんの今日、昨日ですらない、のものに過ぎず、ガルーシア、ルリエー、ムナールの地のイブ、アラビア砂漠の無名都市といった人類以前の冒涜物と囁かれる諸都市を上回る大都市だった。もつれ合う殺伐とした、の上を飛びながら、時として私の想像力はあらゆる限界を逃れ幻想的な連想の小王国をあてどなくさまよった。この失われた世界とキャンプで出会った狂える恐怖にまつわる私自身の最も豊昇な夢との間に関連性をあざなおうとさえしながら、とにかく荷を軽くするため飛行機にはわずかな燃料しか積んでこなかったため、そろそろ調査飛行は用心しながら行う必要が出てきたのだ。しかしながら、それでも我々は風の影響がほぼ無視できる高度にまでさっと降下した後、広大な範囲の土地を、というか、空を、カバーした。山地にもその内側の麓の丘に縁取られた恐怖の石像都市にも、果てというものがなく思われた。両方の方角に 80km 飛んでみたが永久氷を通して死体のように駆き上がる岩の迷宮にも石像建築にも大きな変化はなかった。だがそこには目を見張るほど著しい多様性があった。例えば、かつて大河が麓の丘を突き抜け、大山脈の地下に吸い込まれていく箇所の近くでは渓谷に彫刻が施されていた。川が流れ込む地点の両側の突端はキュクロプス式の目標塔の形に荒く掘られ、周囲には隆起のある何か樽状の物体があり、ダンフォースと私の頭にぼんやりしたわけのわからぬ厭わしい反類縁性を思い浮かばせた。我々は明らかに公共の広場である星形に開けた場所にも何度か出くわし、また地表に様々な隆起があることにも気づいた。丘が急に隆起している場所は一般にほぬかれてある種の不規則に広がる石の伝導になっていた。しかし、例外が少なくとも2箇所あった。そのうち1箇所はあまりにひどく風化していたため高貴なる突出部の上に何が乗っていたのかわからなかったが、もう一つは今なお幻想的な円錐状記念碑を載せており、それは固い岩から掘り出され、おおむねペトラの古代の谷にある巧妙な、蛇の墓、にあるものに類似していた。麓の丘に沿ってどこまでも広がっているように見えるこの都市も、山脈から内側に向かって飛ぶとその幅は無限ではないことが分かった。奇怪な石の建物が 50km ほど続き、そこからまばらになっていった。さらに 15km ほど飛ぶとそれと分かる工作の跡をほぼ止めない未踏の荒れ地に出た。大河の跡は幅の広い凹んだ線として見分けられるようだったが、土地はなんとなく起伏を増していくようで、わずかに上り坂になったまま霧にむせぶ西方へと消えていった。我々はここまで着陸してこなかったが、周回な構造物のどれかに入ろうともせずこの高地を立ち去るなど到底思いもよらないことだった。そこで飛行可能な経路の近傍にある麓の丘の上の平坦な場所を探して着陸し、徒歩で若干の探索をしてみようと決意した。これらの緩い斜面の表面には遺跡の破片が散乱していたが、低空飛行の結果すぐに数多くの着陸可能地点を見出すことができた。
この後また大山脈を越えキャンプまで帰島することを考慮して、山越え経路に最も近い地点を選び、12時30分頃成功裏に着陸した。着地点は固い雪で覆われた滑らかな場所で、速やかで良好な再発進を妨げる障害物は皆無だった。短時間の着陸であり、またその平地では強い風がなく快適な天候だったので、雪を固めて飛行機の対比号を作る必要はなさそうだった。そこで降着用スキーがしっかり固定され、機械の主要部が防寒処理されていることだけを確認した。徒歩探査のため我々は一番厚い毛皮の飛行服を脱ぎ、ポケットコンパス、手持ちカメラ、フラッシュバルブ、厚いノートと用紙、地質学用ハンマーとのみ、標本袋、投飯用ロープ1巻、および強力な懐中電灯と交換用バッテリーを含む小型装備1式を携行した。これらの装備は、着陸して地上の写真を撮り、図面や地形のスケッチを描き、剥き出しの斜面や路頭ないし山の陥没部から岩石標本を採取するといった探査が実行可能な場合に備えて飛行機に乗せておいたものだ。幸運にも我々は予備の標本袋の中に余分の紙を入れてあり、それを引き裂いて使えたので、内部に入り込める迷宮を見つけた場合でも昔ながらのうさぎ狩りごっこの原理を用いて道筋をたどることができた。何か洞窟を見つけ、そこの気流が十分静かだったら、岩を削って目印をつけていく通常の方法に変えてこのような簡便法を用いてやろうと思いそれを携帯したのだ。バリバリと雪を踏みしだきながら慎重に丘を下り、乳白色に輝く西の空にぬっとそびえる途方もない大きさの石の迷宮に向かって歩いていくと、4時間前計り知れぬ山間のアイロへと接近した際感じたのと同じ、不思議な何かが切迫してくる感覚が再び身に染みた。その通り、我々の目はすでに壁なす峰々が隠していた信じがたい秘密に慣れてしまった。にもかかわらず、おそらくは何百万年も前、基地のいかなる人種も存在しなかった頃、に意識を持つ存在が立ち上げた原初の壁の狭間に実際に侵入しようとすることは、だが、異形の念を起こさせ、宇宙的異常性を暗示して空恐ろしかった。驚くべき標高に応じて大気が薄く身体を動かすのが通常よりも幾分困難だったが、ダンフォースも私も楽に耐えられることがわかり、どんな仕事が降りかかってきても大丈夫だという気分になっていた。雪に隠れるほど摩滅した形なき廃墟のところまでわずか数歩で、さらに50から70メートル先には屋根のない巨大な砲塁が五芒星型の外形を完璧にとどめ、3ないし 3.3 メートルの高さまで不均一に立ち上がっていた。校舎へと我々は歩を進め、ついにその風化したキュクロプス式石材に手を触れられるようになったとき、我らの種族には通常閉ざされている忘れられた永劫の時間との間に空前かつほとんど冒涜的なつながりを確立してしまったような気がした。この砲塁は星型をしており、頂点から頂点までおそらく90メートル。ジュラ紀の砂岩からなる不規則な大きさの石材を用いて建造され、表面に現れた部分における各石材の平均的な大きさは、1.8×2.4メートルだった。アーチのついた幅 1.2 メートル、高さ 1.5 メートルの縦岩ないし窓が列をなし、極めて対照的な間隔を持って星型の各頂点からその内角に沿って並び、それぞれの下部は氷床から 1.2 メートルの高さにあった。それらから覗き込むと、石組みの厚さが 1.5 メートルはたっぷりあること。内部の仕切り壁は全く残っていないこと。室内の壁に帯状の彫刻ないし浅浮き彫りの痕跡があることがわかり、以前これ及び類似の砲塁の上を低空飛行した際に推測していたものが事実となった。元来は下の部分もあったはずだが、そういったものはこの地点では厚い氷雪の層の下に完全に隠れてしまっていた。我々は窓の一つに潜り込んでほとんど消えてしまった壁面彫刻の意匠を読み解こうと無駄なあがきをしたが、氷で覆われた床面を荒らそうとまでは思わなかった。事前のフライトから都市本体の多くの建物がここまで氷で塞がれていないことが示されており、
屋根が残っているそれらの建造物に入れば中には邪魔なものがなく、そこから降りていって本来の地面の高さまで到達できるのではないかと思っていたのだ。立ち去る前に、注意深くその砲塁の写真を撮り、モルタルを用いないキュクロプス式石組みを調べて何とも当惑してしまった。ピーボディがいてくれたら、と我々は思った。彼の工学知識があれば、この都市と郊外が建設された驚くほど遠い昔、いかなる方法を用いれば核も巨大な石材を扱い得たのか推測しやすくなっただろうに。そびえ立つ峰々の間で虚しくもまた荒々しく叫ぶ上空の風を背景に、都市本体に向かって丘を下ること800メートル。その一歩一歩がほんのわずかな細部まで私の心に刻み込まれている。ダンフォースと私は別として、人類がこのような工学的効果を思い描けるとしたらそれは幻想的な悪夢の中でしかありえない。我々と西方の泡立つ、の間にかのおぞましいくらい石の塔がもつれ合い、見る角度が変わるたびに新たな蒸気を一下で信じがたい形状を表してきた。写真に撮れない石の蜃気楼。こんなものがあり得たとは未だに信じられないでいる。石組みは総じて先ほど調査した砲塁と同一だったが、郊外に異様を見せるこの石造建築の姿たるや言語に絶するトップさだったのだ。絵画ですらその無限の多様性、超自然的な重量感、およびどこまでも風変わりな異質性のうちわずか 1.2 の層を描き得るに過ぎない。エウクレイデス時代の数学者には名付けようのない幾何学的形状があった。あらゆる程度に不規則でかつ切り詰められた円錐。挑発的なまでに異常なプロポーションをした種々のテラス。奇妙な球根状膨大部を持つシャフト。破損した柱の風変わりな集団。狂気のように周回な五芒星ないしは五稜の配置。近づくにつれ、表層にあるいくつかの透明な部分から下を見通せるようになり、気の触れたかのように散りばめられた構造物の間を様々な高さで結ぶ円筒型の石橋があるのに気づいた。整然とした街路というものはここには存在しないようで、広い帯状の遺構といえば 1.6km 左に行ったところにある。都市を横切って山脈に注いでいたに違いない古い大河の跡が唯一だった。双眼鏡での観察によると、彫刻と点の集合からなる水平の帯は消えかかっているものの建物外面に極めて広範に見られるようで、この都市のその神の景観を半ば想像することができた。ほとんどの屋根と塔の頂部は必然的に朽ち果てていたにもかかわらず、総じて言えば、それらは工事や裏通りが複雑に絡み合う深い谷であり、すべてが覆いかぶさる石造りの建物や上空をまたぐ橋のためちょっとしたトンネルと呼んでも良いものになっていたはずだ。ただ今それらは我々の足元に広がり無限のようにぼんやりと浮かんで、背景には北の果てから低く赤い南極の日が西方の霧を通して輝こうとあがいていた。より濃密な障害物が日の光を遮り風景がしばし陰ると、私には病出すること望むべくもない微妙に脅迫的な効果が現れた。背後の大山脈の通路を吹きすさぶ風はここでは感じられなかったが、それでもなおかすかな吠え声や笛音さえもが悪意を込めた咆哮な音調を呈していた。市街部に下っていく最後の部分は、突然いつになく急な坂になり、勾配が急にきつくなる円の部分に露出していた岩から見て、ここには人工的なテラスがあったに違いないと思われた。氷の下に階段ないしそれに相当するものがあるはずだ。崩れた石造建築を這い登り、偏在する崩れ陥没した壁の行き詰まる近さに身を縮ませ、その高さに比して小人になったかのような気分になりながらようやく市街地本体に飛び込んだ時、再び我々はよく自制心を失わなかったものよと自分でも驚くような感情に襲われた。ダンフォースは露骨に神経過敏になり、キャンプの恐怖に関する不愉快なほどに不適切な推測を並べ立てて始めた。それを聞いて私は憤慨した。彼同様に、悪夢のような太古から生き残ってきたこの病的な異物の持つ天卓の特徴が我々に押し付けるいくつかの結論を受け入れざるを得なかっただけになおさらだ。その推測は彼の想像力にも働きかけた。ある場所で、残骸まみれの工事にあった急な曲がり角。
地面にうっすらと跡がついているのを見た。どうも気に入らない感じだったと言い張って聞かないのだ。一方別の場所で立ち止まるとありもしない音を聞いたという、どこからともなく、押し殺した音楽的な笛音が、山の洞窟でしていた風音と似ていなくもない音が、しかし不安なことに何か違った感じの音が聞こえてきたと、周囲のアーキテクチャとわずかに判別できる壁面のアラベスク模様とがひたすらに5点からなることが、我々には逃れる術のないやり方でおぼろげに邪悪な何かをほのめかし、ある意識下の恐怖に触れるような感じを与えたのだ。確かにその恐怖はこの不浄の地を建設し居住した原初の存在に関係していた。にもかかわらず、我々の科学者魂と冒険心は完全に死に絶えたわけではなく、石組みを構成するすべての岩石種ごとに標本の再編を書き取る手続きを機械的に繰り返していた。この地の年代をより正確に決定するため、なんとか全資料を集めたいと願っていたのだ。大きな外壁の中にはジュラ紀及びコマンチ紀を下るものが皆無のようで、この場所全体で見ても、世より新しい石材は一つも見られなかった。我々が彷徨っていたのは少なくとも50万年以上。おそらくはさらに長期間この地を統治してきた死のただ中だったのだと厳格な確信を持って言える。石が影を落とす黄昏の中を進みながら、開いた入り口を見るたびに立ち止まって中を伺い、侵入できるか確かめてみた。いくつかは手が届かない高さにあり、そうでなければ丘の崩塁同様に屋根がなく中を見ても荒れて氷に閉ざされた廃墟に過ぎなかった。一つの広々とした入り口は気をそそったが、底知れぬ深淵の上に口を開けていて、降りるための手段が何も見えなかった。時折鎧戸が残っていて、その石化した木材を調べる機会があり、今なお見分けがつく木目がほのめかす方外な古さに印象付けられた。それらの材料は中生代の裸子植物や休暇植物、特に白亜紀のソテツ、および明らかに第三期の黄葉ヤシと初期の皮脂植物だった。良い方なのが確実なものは見つからなかった。鎧戸の固定法は、縁には遠の昔に失われた奇妙な蝶つがいがあったことが伺えた。様々であり、厚い朝顔孔の外側のことも内側のこともあった。それらは、おそらくは金属製だった固定用具や締め具が錆びてなくなった後もその場に引っかかったまま留まっていたのだろう。しばらくすると、一連の窓が並ぶ場所に行き当たった。無傷のままの頂上を持つ途方もなく大きな五稜の衰退脇の膨大部にあったもので、中を見ると、先は石の床を持つ保存状態の良い部屋になっていた。が、窓が部屋の高いところにあったためロープなしでは降りられなかった。ロープは携帯していたものの、やむを得ない場合ならまだしも6メートルも降りるのは煩わしかった。ことに心臓にかかる負担が甚だ大きくなるこの高原の薄い大気の下では、この巨大な部屋はある種のホールないしコンコースだったのだろう。懐中電灯で照らしてみると、壁に沿って水平の帯状に一回りする形で、何かハッとするような肉太の彫刻が広い帯となって明瞭に残っており、彫刻の広い帯と帯との間は様式化された唐草模様からなる同程度に広い帯によって区切られていた。我々はこの地点を注意深くノートに記録した。もっと容易に内部に侵入できる地点がなければここから入り込むつもりなのだ。しかし、ついに我々はまさに願い通りの開口部に出会った。幅 1.8 メートル高さ3メートルの、で、そこから通路が橋となって空中に伸びていた跡があり、その橋は以前は現在の氷床から 1.5 メートルほど高いところを通っていたはずだった。当然これらの共同は上階の床面と同一平面上にあったわけで、この地点ではそういった床が残っていたのだ。開口部から入ると、左手に一連の区形をしたテラスがあり、西に面していた。通路の反対側にあたる地点には古ぼけた円筒があって、そこにもう一つの共同が口を開けていた。この円筒には窓がなく、開口部の約3メートル上に奇妙な膨らみがあった。中は真っ暗で、共同はあたかも無限にうつろな井戸が口を開けているかのように見えた。
破片が積み上がっているおかげで左手の大きな建物には一段と容易に入ることができたが、いざ長らく望んでいた機会が巡ってきたというその瞬間、我々は逡巡した。これはその性質がますます我々にとっておぞましいほどに明らかになりつつある驚くべき過去の世界から現在まで完全な状態で生き残った建物の一つであり、すでにこのもつれ合う太古の謎の中に侵入しているのにもかかわらず、実際にそういった建物の内部に足を踏み入れるには新たに腹を決め直す必要があったのだ。だが結局我々は瓦礫をよじ登りぽっかり口を開けた朝顔坑の中へと突入していった。その先の床は大きな粘板岩の石筆で、彫刻された壁を持つ長く背の高い通路の出口となっているようだった。部屋の内側には外への出口となる多くの共同があり、それらを調べた結果、建物内が複雑に入り組んだ部屋の並びになっているかもしれないとみて、ウサギ狩りごっこ式経路探索法を開始することにした。これまでのところは、コンパス及び背後の塔の間に始終ちらちらと見えていた大きな山地の姿だけで十分道に迷わずに済んでいた。だが今の時点からは人工的な代替法が必須となる。そこで余分に持っていた紙を適当な大きさにちきりって袋に詰め、ダンフォースに運ばせて、安全性を失わない範囲で倹約しながら使うことにした。この原始の石造建築の中では強い空気の動きが一切見られなかったので、多分この方法で迷わずに済むだろう。もし問題になるような気流が起こったり、用紙を使い果たしたりしてしまった際には、より安全だが手間のかかる岩削り式に戻ることもできる。自分らが一体どれほど広大な領土を分け放ったのか、それは苦痛なしには推測できないほどだった。異なった建物同士が各所で密接に連絡し合い、またこの重厚な建造物の中には氷がほとんど入り込んでいなかったため、局地的な崩壊や地質学的隆起がない限り、氷の下の橋を通ってそれら建物の間を行き交えるものと思われた。氷が透明になっている箇所では常に埋没した窓をしっかりと鎧戸で閉ざしている様子が見えたため、あたかも街角一帯が、氷床によって都市の下部が結晶化される前から氷に閉ざされた後まで、その状態のまま残ったかのようだったのだ。確かにこの地には、突然破滅したのでもなくまた次第に冷落していったのですらなく、異永劫の昔に意図的に閉鎖され放棄されたという印象があった。名もなき住民たちは氷の進出を予期していたのだろうか。もっと破滅的でない住居を求めて一斉に立ち去ったのだろうか。この地点における氷床の形成を伴う精密な地文学的条件は後の解明を待たねばならない。極めて明らかなことに、それはすりつぶすような働きではなかった。おそらく積もった雪の圧力によるものであり、大河からの洪水ないしは大きな山地にあった古い氷河ダムの決壊もまた現在観察される特殊な状態が形成される一助となったのであろう。想像力を駆使すれば、この地についてどんなことでも思い描けるようだった。チャンネル登録またはお気に入り登録をお願いします。